Thank you.
少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルカップグループ E 予選リーグ第1節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ビエリ、デルピエーロ、トッティ、ザンブロッタ、ファンカール、トマーズ、タッキナルディ、ファビオ・カンナバーグ、ネスタ、マルディーニ、ブッフォン、ジュン・ジー、リ・ウイフン、ハン・ジー、ウ・チェンヒ、スー・ジサ、リー・テオ、マ・リン、リー・シャンテン、キハン、アルハンド、ヤン・チン。デルピエール、トッティ、スローイン、戻してヤン・チン、抜かれたセンタリング、見たかどう。さあもう一度見てみましょう。こうして見ると全てのパワーを一人へと集中させているのがよくわかります。リーシャンテン、
シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。いっけいっけドリブル。主審笛を吹いた。数字差主審ファールを取りました。キーパーの指示が伝わった。
頭でつないでネスタ、デルピエール、さあここからどう攻める、ここで折り返す、終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2。さあ後半戦キックオフです。セットを狙う、ザンブロック折り返した、いいパスが出た、デルピエファーサイドに上げた、ヘッドパス、まるでボールを持った仮面ルート、なんてアートだ。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ヤンキーです。この選手のポジショニングは本当に素晴らしいですね。まるでボールを持った仮面ルート海、ザンブロッカ、ハーポストを狙った、デルピエール走り込んできた、ドリブル、ウッチェンコ、出た、いいボールですよ、
ルピエーロ、ファンカーレ。攻撃を組み立てます。シュート、ドリブルで上がる、キハン主審ファールを取りました。キーパーが指示を出しています。ヤン・チン、センタリング、スライディング、いけいけ、ドリブル、ヘディング、ブッフォン、マッリン、ネスタ、いいパスだ、ザンブロッカー、ちゃんと狙って打ってほしい。試合の流れを呼び戻しました。さあもう一度見てみましょう。ザンブロッカー、動き出しが素早いです。ここで試合終了、両者一歩も譲らず、最後まで見応えのある試合でしたが引き分けに終わりました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。